ピーチアビエーションは石垣空港と関西空港を結ぶ路線を2013年6月14日に就航していて、今年で10周年を迎えます。昨日、石垣空港で関西へ向かう乗客を前に記念イベントが行われ、ピーチアビエーションの関係者が10年間運航できたのは利用客、地域の皆様のご支援のおかげですと感謝を述べました。行ったり来たり年間に、10回ぐらいはさせてもらってます。ピーチが就航してなかったらこんなに来てないです。ピーチは現在石垣島を発着する便では成田や福岡と結ぶ4つの路線を運航していて、利用客はこの10年でおよそ200万人に上り、八重山観光の発展に貢献しています。